はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。10月20日滝行に来ております。ちょうど今お参りが終わりまして、これからいよいよ滝に入るところなんですけども、すごく重要なメッセージが来たんで先にお伝えしておきたいと思います。それは何かというと、丁寧にやりなさいということでした。なんとなくガーンってきましてですね、でさらに言うと、人間と神様の違いは何かというと、神様は丁寧であるということ、人間はどうしても雑になってしまうということ、一つ一つの動作に対して丁寧であればあるほどあなたは神に近づきますという今メッセージをねいただいたわけなんですよね。お経を唱える時もって言うんじゃなくて、丁寧に丁寧に唱える、一つ一つ韻を組む時も丁寧に韻を組む、歩く時も丁寧に歩く、 YouTube を撮る時も丁寧に YouTube を撮る、まさに神としてっていう言葉とつながってしまったわけなんですよね。その神としてっていう言葉をもう少し深く紐解くと、それは丁寧であれということだったわけです。というわけで今からですね、丁寧に滝に打たれたいと思います。今日も8キロ歩いてきたんですけども、滝際忘れておりません。それではまた後ほど。というわけで3日連続ですね、今日もこんな感じで動画の続きといきたいと思います。滝に打たれる直前にですね、お経を唱えている時だと思うんですけれども、丁寧に生きなさいっていうメッセージをいただいたんですよね。なんでそうなったのかちょっとわかんないんですけども、唐突にポンってきたんですよ。でその時に、神と人間の違いは何かって言ったら、神はとことん丁寧であるっていうことなんですね。それはもちろん日本の神話の神様とかローマの神話とかそういう意味じゃないですよ。神という、もうほんのリアルなんですよ。人間がその想像した物語上の神ではなくて、もちろんそれも神かもしれませんけども、本当の意味での宇宙的な意味でですね、神っていうのは、あくまで丁寧であるということがその特徴のようなんですよ。で、人間は丁寧でないところがあるという、つまり言い換えると雑ということなんですよね。神は丁寧であり、人間は雑っていうことなわけですよ。で、ここでね、丁寧という言葉を自分で聞いてみて思い出した話があるんですね。それ何かというと、昔僕はよくテープを聞いていた、本も読んでいた石井博之さんという方が言ったんですけれども、潜在意識はいかにね、早く効率的にやるかではないんだって、丁寧にやるかっていうことなんだっていう。で、その話ね、聞いて、あ、なるほどそうだなと思って、自分では、自分なりにですけども、理解したつもりでいたんですね。でも、やっぱり相変わらず、やっぱ雑にすることもありますし、いい加減にやることもあるなと思ったわけですね。で、お経を唱えてる時にね、それよく感じるんですよ。で、マーカーハンニャハーラーミーダー、神行、漢字、財宝、作業人、ハンニャハーラーミーダー、証言、ゴン、ガイ、同一性格者、意識、風式、とか、そういう、なんだろう、雑になることあるんですね。なあ、マクサマンダバーザラダン、センダンバーガラシャーダー、ソヤダー、ウンタラダー、カンバンって、丁寧にね、不動明神言唱えればいいんだけどさ、なあ、マクサマンダバー、センダー、ウンダー、なあ、マクサマンダバー、なあ、マクサマンダー、そんな風になるんですよ。これね、僕だけじゃなくって、長くやってるとそうなるんですよね。で、その結果どうなるかって言ったら、本当のお経とか、ご神言が唱えられなくなってしまうわけですよ。これ、そういうところにね、ちょっと陥ってるところがあるんですよね。生存妙想宮が根十文美物資が異念妙異関税の偶足妙想尊芸能無人に妙長官の行って、普通隣みたいなさ、なんか念美観の力って入ったぐらいから、なんとなくね、ちょっと5文字5文字でいくんだけども、5文字が4文字になったりするわけなんですね。なのでお経にしてもご神言にしても、実はこれ一言一句外してはいけなくって、そのまんま唱えることっていうのが正解なわけなんですね。で、その意味で言うと、あ、確かに俺さ、同志から昔言われたことあったな、お前それ流しとるだけやないかって、言われたことあるんですよね。ほんでね、神様、やっぱ同志見えるみたいなんですよ、仏様がね。で、最初に僕は20年前滝打たれた時に、文殊菩薩様がいらっしゃるって言われたわけですよ。これすごい嬉しかったんですよね。あ、三人よれば文殊の知恵と。で、その結果、三人よれば文殊の知恵的な仕事をまさにしてるんじゃないかと自分で、思ってるわけなんですよ。というのがですね、文殊菩薩っていうのは、知識の神様、ね、いわゆる虚空蔵菩薩的な知識の神様ではなくてですね、知恵の神様、現実的な問題解決をする神様、とりわけコミュニケーションの神様だっていう、そういったお経もあるわけなんですよ。そのことで言うと、僕自身本当、コミュニケーションというか、表現すること、第五チャクラ的なところで仕事してるわけじゃないですか。
同志から言われたことがあるんですよ。おいと、おい何しちょるんやと、文殊さんおらんばいって言われるわけですよ。どういうことかって言ったら、文殊菩薩はライオンで獅子の上に乗ってるわけですよ。巻物とあの剣を持ってるんですね。もっぱら、まあ、ちょっといろんなバージョンあるんですけども、で獅子の上に乗ってるわけですよ。で釈迦三尊像というのがあって、お釈迦様、文殊さんで普賢さん、普賢さんは像の上に乗ってるわけなんですね。で普賢菩薩っていうのは どちらかというと女性的な菩薩なんだけども、普賢さんと文殊ね、なんかありましたね、文殊普賢とかいう施設があったと思いますけども、獅子の上に乗ってるわけですよ。獅子だけがおるぞと。いえ、それ僕には分かんないけどね。でその時にね思ったんですよ。あ、俺すげえ雑に生きてるなって思ったんですよね。でその時やっぱ丁寧に生きなさいっていうことをね、やっぱ思い出したわけですよ。だからね、ちょっと気を抜くとすぐ雑になって、で文殊菩薩がねすごく守ってくれてるんだけども、たまにおらんようになるぞと。で一生懸命行するじゃないですか。で満行の時にまた同志に見ていただくわけですね。ああ、ちゃんと文殊さんね戻ってきちゃうよって言われて、あ、よかったってなるわけですよ。だからね、あの毎回毎回本当身につまされるようなことっていうのは行のためにあるわけですね。で今回ね、やっぱり、ね、あの10月頭に同志とコラボやったでしょ。で僕は同志からの話をねなるべくいろいろ引き出したいと思って、やっぱ改めて今まで聞いた話、そうじゃないのもあったんだけども、いや滝行やってきてよかったなと思うし、そういった本来自分で感じるようなことをですよ、同志、まあ、先達先人の方がですね、きちんと言葉にして、でまあ、その滝行をやってない方にとっても、そういう神仏というか、この宇宙的な世界っていうことをですね、感じていただくっていう時間いただけたわけですよ。今週水曜日にまた同志とお会いして、一応満行の儀となるわけですけども、ただ滝行自体はね、木金土日月まであと5日間ぐらいは、ちょっと延長して個人的にやりたいと思ってますが、まあコアな滝行は水曜日一応終わりで、同志にお礼をして終わりってことになるわけですね。ちょっとね、話戻しますけども、丁寧に生きるっていうことなんですよね。で、その雑に生きてると、せっかくね、文殊さんが僕を守ってくれてるのに、どっか行ってしまうっていうことを昔言われたわけですよね。で、お経とか御神言もさ、ナーマクサマンダダルン、ナーマクサマンダダルン、ナーマクサマンダダルンってね、これ実際僕自身もね、そうならないように心がけているんだけども、そうなってる方は何回か聞いたことあるんですよね。だからね、オンがボキャベージュの、オンガボキャメイル。オンガボキャメイル。じゃないですね。オンガボキャメイル、シャノーマカオダラマニ、ハンドバジンバラ、ハラバリ、テヨンと、丁寧に丁寧に丁寧にね、唱えないといけないわけですよ。でね、やっぱりその、もちろんお経とか、ノリともそうなんですけども、まあ、抑揚はつくんだけど、やっぱりね、一字一字が均等だっていうことがあるわけですよ。高間ヶ原にかもずまります。かむろぎかむろみのみこともちて、すめみ親かむいざなぎの狼って言うんだよさ。高間ヶ原にかむずまります。かむろぎかむろみこともちて、とかそういうふうに言っちゃいけないんですよ。やっぱり、一字一字、一言一句を丁寧に読むっていうことが、ノリトだったり、お経だったり、ご神言だと思うわけですね。で、それ言うと、お歌がそうじゃないですか、歌がね。やっぱりその、特に日本の歌もそうだけども、一語一語を丁寧に歌ってるっていうのがやっぱ心に響くわけじゃないですか。特に昔の歌はそういうの多いなと思うわけですね。それこそ松任谷由実とか、さだまさしとかさ、中島みゆきとかね、特に響くものがあるんですよ。だから結局ね、なんか神が宿るものっていうのは全部丁寧なんですよね。音楽なんか本当そうだよね。どんな速いパッセージでね、ただ僕なんかクラシック、ジャズとか聞くけどさ、ね、ジョン・コルトレーンがね、テナーサックス吹くじゃないですか、ブル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 って吹んだけどさ、めちゃくちゃ吹いてるようでめちゃくちゃ吹いてないんだよね、あれ。なんか響くんだよ。でも、プロなんだけども、なんか響かない人いるんですよね。コルトレーンの真似してるだけみたいな。で、そういう人は5万と言うんだけどさ、やっぱり残らないでしょ。何やってるか分かんない。だけどもすげえっていうのがコルトレーンだったりね、キース・ジャレットだったり。あとやっぱりね、まあ、10月のテーマって何かあったら、心にお神さんを持つっていうことかなと思ったわけです。で、僕はその文殊さんがね、守ってくれてるっていうふうに、まあ、同志から言っていただけるんだけども、だからどうっていうことじゃなくて、それはあくまで僕と文殊さんとの付き合いの中なんですよね。で、これちょっと間違っちゃいけないのは、
俺には大日如来がついているとか、弘法大師がついているとか言う人いるんですよ。自分の伝説は天照大神だとかね、言う人いるんですよね。で、それがなんか自分の力を誇示することに役立ててるような人っているわけですよ。で、それね、動物霊なんですよ。ちょっとこれね、またね、また言いにくい話なんだけども、2年ぐらい前にね、さんなんだけどさ、ちょっとおかしくなってきたなっていう瞬間があったんですよ。何かあったら、魔法使い養成講座第0期の後に、いや、私には大日如来と弘法大師がいまして、その情報体が力を貸してくれていると。なので、皆様とは比較にならないと思いますっていう、なんかそういう言い方して、あれ?ちょっとこれ、ごはっとな言い方してねえかなってちょっと思ったんですよね。ごはっとっていうのはね、例えば大日如来に助けてもらうとか、大日如来がバックにいるとかさ、それって、その世界の人のもう一生の課題であり、目標なんですよ。それこそ弘法大師空海はね、7歳の時に崖から飛び降りてさ、で、もし生きていたら、俺は、この仏門の世界でね、意味があるんだっていうふうに言ったわけでしょ ?7 歳ですよ。で、ね、19歳に国武道愚問寺法をやってね、すごい修行して、でも7年間ぐらいなんかいろいろ空白期間があって、で、本も書いてさ、で、遣唐使行って、で、経過、阿闍梨から、感情を受けた時にですよ。まあ、免許改善されてる時に、落とすわけですよ。花をね、ポンって。そしたら、大日如来のところにポンって出たわけですよ。で、そこで、遍照金剛という名前をもらったって話なんですよね。遍照金剛って何かって言ったら、大日如来って意味です。大日如来になるっていうのは、多分一生かかってもできないことですよ。だから、弘法大師空海でさえも、そこまで行って、で、南無大師遍照金剛っていう、要するに密教のね、歴史的な偉人の方から授かったわけですよ。で、それをなんかね、プロダクトローンチで集めた気功の先生から習って、俺は大日如来だっていうのは、ちょっとあまりにもちょっとギャップがありすぎて、俺と、と思っちゃったことがあるわけですよ。で、それからだんだんなんかね、おかしくなってきたなっていうのがあるんですよね。だから、なんだろうね、別にその悪く言うつもりは全くないんだけれども、そこに対するやっぱり敏感さっていうのは、自分自身がやっぱり丁寧に生きることによって分かることかなと思ったわけですね。だからまあちょっとね、僕はやっぱり滝行やってて本当によかったなと思うのは、毎回リセットできるんですよ、いろんなこと。だから自分がその、偉そうにならないでやっぱりしないといけないし、で、なんだったらそういうね、心になったら、やっぱおかしなことにもなるし、まあ最終的にはね、場合によっては、命を取られることだってあり得るわけですよ。で、そういうつもりでね、させていただくっていうのは大切だなと思ったわけですよね。例えばそのね、私は前世はこれこれっていうのは、大体動物霊です。で、同志が言ってたんですよね。まあ、ある知り合いというか、まあ、お弟子さん、元のお弟子さんだったのかな。同志に、観音様でよったって言うんですよ。で、なんてことなくてさ、動物霊だったっていう話なんですね。で、その観音様のおかげでこんなに儲かったってね、これ実際言ったらしいんですよ。実際言ったらしいんですよ、俺ね。ああ、ちょっとこれまずいなと思ってたら、なんかその方は女性だったらしいんだけども、ヤクザから追われるようになっていなくなったって話なんですね。だからやっぱりその、観音様が本当に出てくるとかね、大変なことだなと思うわけですよ。だから僕は常にやっぱ疑いの目っていうのを持って、ただ不動明王が出てきたような気がしたって言って、まあ、やっぱ気がしたとしか言いようがないわけなんですね。でもそれの時に、力をね、授かる代わりに、やっぱ人世のために役立ちたいと。でもしそれを悪用するようなことがあったら命を奪ってくださいと。それがいいか悪いか別として。だからやっぱりいつも怖いっていう思いがある。やっぱりなおかつやっぱりね、その神に近づくためには、丁寧に生きるっていうことがとても大切だなと思ったわけです。だからもう本当一言一句、一歩一歩、仕事もそうだし、何でもそう。で、結局それは何かって言ったら、神としてっていう言葉に通じるんですよね。あ、そうそう、今年の12月30日東京で最後のイベントやりますけどね、150人ぐらいちょっと教室になるんですけども、一応前田夏実さんがメインゲストなんですが、もう一方ちょっとお誘いしました。チャールズさん、CSJM のチャールズさんをお誘いしました。で、その神としてって言葉は、チャールズさんから教えてもらった言葉なんですよね。そういった意味ではなんか、5、6年ぶりなんだけども、またチャールズさんの新しい話が聞けるかなと思って、ちょっと今楽しみにしてるところです。結局神としてってことも何かあったらさ、丁寧に生きるっていうことなんだなと思ったわけね。だから神としてトイレに行く、丁寧にトイレに行くとかね、神としてご飯を食べる、丁寧にご飯を食べる、神として YouTube を撮る、丁寧に YouTube を撮る、
神としてイコール丁寧にというふうに言い換えてもいいというか、まさにイコールなんですよ。だからもし神としてってもし言うんであれば、単純にその言葉だけで言うんじゃなくて、本当に自分が神であることを自覚して、そして目の前のことを丁寧に丁寧にやっていくっていうこと。それが今日、滝するときにいただいたメッセージ。大きな気づきだなと思いました。まあ今日一日ちょっとね、いろいろ思うこととか、心ここにあらずが昨日だったんだけども、あったんだけどもね、いろいろトラブルがちょっとあって、まあ Facebook にいろいろ書いてるんだけども、まあまあ、ともあれですよ。丁寧にっていうことでした。月末の玉浦コンサート、29日大阪、30日東京、ちょっとずつちょっと人数増えています。まだ満席ではないんだけどね、丁寧に丁寧にやっていきたいなと思います。満席を目指しています。もうちょっとあるけど。でも丁寧に告知して、丁寧に呼びかけて、丁寧にその思いを伝えて、そしてまさに神聖なる儀式、丁寧に本番を迎えたいと思います。明日は早朝 YouTube ライブですね。メンバーシップ限定、丁寧に起きてさせていただきたいと思います。ちょっと今眠たいんでごめんなさい、丁寧にやってるんですけども、ちょっとね、睡魔がだいぶ襲ってきて、何言ってるか分かんない状況になりましたけどね。10月21日は大きな転換点だなと思っています。それは去年もそうだった、その前もそうだった。明日何かが起こる。ありがとうございました。